ミッションワクワク。チッチ、アーニャこれ好き。アーニャ音の出ないピストル欲しい。アーニャピーナッツが好き。人参は嫌い。カリカリベーコン好き。知ってたよ。どうした急に。ピーナッツ、おはようございます。メンテナンスありがとうございました。妙なプログラムが走っていたような気がします。メンテナンスの結果は異常なしですか。ふん、見た目通りってわけ。あんたがなんでこの部にいるのか知らないし、興味もないけど。楽器傷つけるような奴に琴弾く資格なんてないから。ほっとけばいいんですよ、あんなの。私にとってはその人が琴とどう向き合ってるかが全てですから。明日の昼、あなたに面会人が来る。でも会ってはいけない。絶対に面会室に行っちゃいけないんだ。でもこの世には死ぬより恐ろしいことがあって、それがこの刑務所で起こっているのは確実なんだ。だから行かないで、部屋に帰って。乾サジュナ、桜の宮女子校の2年よ。頭がない。ちょっとグロテスクね。あ、安心して、触らないわよ。大事な商品でしょ。知性、羽鳥知性です。運がいい。あんなお荷物引き取れないわよ。よかったことなんて一度もない。共犯者、そんな、私は、私、死にたくない。16階。ありがとうございます。天元様、その花びらもらってもいいですか。その花びらがいいんです。ありがとうございます。私は魔法が得意なので、英雄のあなたのお役に立てると思います。エアシャット終わりよ、ミューラン。最近は桜島先輩にご就寝だそうじゃない。牧之原翔子のことは吹っ切れたんだ。それで聞きたいことって。女子トイレにでも忍び込もうとしてるわけ。さすがあずさ川、豚野郎だね。私が何かに没頭するか、ぼーっとすればいい。人間の脳は見たくないものは見ようとしない。泣かせる話だぜ、クエトール。体力つけろ。お前、まだ父方の親父に世話になってんだろ。飯ぐらいちゃんと食わせてもらってるか。バイト代全額せしめられたりしてないだろうな。本日からここで働くことになりました、天野美宇です。よろしくお願いいたします。あの時はお騒がせいたしました。あの本を書いたの私なんです。というわけで、2ヶ月ごとで締め切りの1週間前とイベント前後の3日間はお休みをいただいていいですか。さっきより位置が正確になってる。もうこうなったら反撃しようよ。気づいてると思いますが、私たちが住んでいる世界ではありません。心配しなくても、じき元の世界に戻れます。それより、あなたはどこの魔術師の子孫ですか。新月、新月、エルネスタ・深見と言います。満月。うまいのだ。これはうまいのだ。この世のビスケットを食べ尽くす。それこそ